みなこん横マックスです。今回ね、ちょっと今日はですね、ちょっと今日日にちがですね、時計がないです。ちょっと時計が見当たらないので iPhone からちょっと映しますが、11月24日の日曜日です。でちょっと今4時半なんですけども、今日はちょっといろいろと用事があって、その用事のついでに今ブックオフというお店があって、まさか買うとは思わなかったものをなんと買ってしまいました。じゃーん、 GTA ですね。グランドセフトオートのサンアンドレアスです。これプレステ2ですね。僕 PSP のグランドセフトオートのバイスシティと、実は動画には出してないんですけど、リバティシティ LCS 持ってるんですよね。あとは、GTA4 ですね。 XBOX の、4持ってるんですけど、なんと初めてプレステ2の、サンアンドレアス買いました。僕ね、サンアンドレアスね、結構前から欲しかったんですけど、画質が悪いからちょっと嫌だったんですけど、そんなのどうでもいいと思いました。なんでこれを買おうと思ったかというと、噂によるとですね、電車が出てくるそうです。あと電車とですね、なんか R32 みたいな車が出てくるそうです。あと、マップが、何よりマップが広いということでこれ買いました。グランドセフトオート、グランドセフトといったら5がこの間発売されたんですけど、5はですね、来年買おうと思います。とりあえずサンアンドレアス先に、なんでか知らないですけど、時代遅れなんですけど買いました。価格はなんと驚きです。950円です。超嬉しいですね。1000円以内で買いました。で、袋詰めされてて、非常に、外は、パッケージは綺麗です。はい。今回はですね、ちょっと、買ったもの紹介でした。ではさようなら。次回開封です。これじゃあ iPad から撮るんですけど、時間は iPhone から iPhone で撮ります。さようなら。